ちが住んでいるこの場所、実は大変増えてまして、なぜならこの壁の向こうにはスモーカーズという凶悪な侵略者がいる。やつらは多くの武器を持っていて、かなり危険な連中だ。もちろん見張りは我々の仲間がしているので、皆さんにはこれとは別のことに協力してほしい。それはこいつスモーカーズ、やつらがここを襲ってきた時には皆さんが我々の仲間となって一緒に戦うことだ。今からまずその戦い方を教えよう。さあ、手を上に上げて親指を出すんだ。しっかり親指が見えるように手を上に。できたらその親指を下に向ける。しっかりできた。そして襲ってくるスモーカーズにこの手を向けて力強く振ってやれ。もういいよ、どうだろうって顔しないでね。いいな、行く。もっとこれをいいものにしようじゃないか。何かアイデアを言って、いいな、行く。ビーコンに立ち向かえる者は誰もいなかった。
の男が現れるまでは。見たかジーコン、黙れなんて二度と言わせるな。
なんだ。ああ、そうだ。哀れな子供たちよ、魂をなくした民たちよ、ある情報が俺様に伝えられた。誰かが道を知ってる。行き先はドライランド。そうだ諸君、ドライランドだ。我々は泥を敷き車を走らせる。上質な土地を整備し優雅に歩き回る。そして18番ホールには俺様の景色を建設するのだ。そんなこと私が許さない。マリナもない。おい、ゲートを閉めろ。マリナ、あの半分魚のお前の連れか、俺様の目をえぐり出した野郎だ。いいだろう。ゲームをしよう。女にやったろう。お前たち何か捉えたか。この男です。土を持ってました。土かなるほど、生き方は知りたいよな、ドライランド。さあゲーム開始だ。最初に話してくれたやつが生き残る。どうだ。食べて。金は知らない。言うな。ああそうか、ゲームはお前の価値で生き残りだ。そしてお前の枠だ。そいつ落とせ。あれ、さあ、エレン、ゲームはもういいだろ。ドライランド、それとも次はお前か。ちょっと待って、撃ち殺せ。さあ、消えました。消えた。潜ったんだ。あいつの水の中に潜ってました。そいつはマリナーだ。撃て、撃ち殺せ。
始まったら全て台無し。あんたのもう向こうだ。どうした、やめてしまった。使えねえ。何だ。他の武器を探せ。彼のことにおいそんな野望は取れられねえ。選んだ武器が半分魚の分際で。おい、早く武器を探せ。どうだ。マリナ、マリナ
海の底へと消え去った。人々はドライランドに新たな文明を築くだろう。そしてマリナーは羅針盤だと共に再び神だと出る果てしない海のウォーターワールドへ。ウォーターワールドのキャストです。ご準備のお客様